はい、こちらは IWJ 愛知チャンネル1です。2014年3月30日日曜日、時刻は13時50分を回りました。本日は、こちら、名古屋市中区、白川公園にあります、白川公園内に、スタートを地点とした、ノーニュークス名古屋脱原発デモ、第10回、開催予定ではございましたが、昨夜からの雨が、降り続け、今現在も残念ながら、降り続いている状況になります、なっております。現在といいますか、午前中の段階で主催者さんの方から、本日のデモは中止というアナウンスがありましたが、Facebook、Twitter 等で、やられてない方が、知らずに来られるといけないということで、主催者さんは、来られております。その模様、自分も、駆けつけて、来られる方にもお話を伺おうと思ってきました。主催者さんに改めて中止の告知をしていただきたいと思いますので、じゃお願いします。はい、ツイートのニュース名古屋の頃です。本日、脱原発デモを予定しておりましたが、先ほどお話のあった通り、昨夜からの雨が降り続いており、とても歩ける状況ではないので中止をさせていただきます。参加を予定していただいていた皆様、応援していただいた皆様、すみません、申し訳ございません。過去にもありましたよね。そうですね、はい、過去は早めにジャッジしたんですけど、結局雨が降らなかったということで、ちょっと今回もなるべく粘ったんですけど、さすがに今回は無理でした。そうですね、はい。中止の方があったにもかかわらず、駆けつけてくださった方も何人かおられましたが、中止と聞いて、残念があって帰られた方もおられましたね。はい、遠い方では大阪から来ていただいた方もいたので、そうですね、はい、申し訳ないなと思っております。よければ話を伺ってもいいですか。中止にもかかわらず駆けつけてくださった方です。カード持ってたいや、分かってたけど来ました。はい、中止にもかかわらず駆けつけてきた思いを二言三言一言で、初めての子がぜひ行きたいと言ったんで、私も行かねばなと思いましたけど、はい、皆さんと会えなくて残念です。次頑張りましょう。ありがとうございます。ということで、ですね、今日は人を見えにならないですね、これ以上は。そうですね、ちょっと10名弱ぐらいの方はお越しいただいたんですけど、時間的にももういらっしゃらないかなという気がします。はい、ありがとうございました。すみません、よろしくお願いします。ということで、デモ本体自体の中継が残念ながらできませんでしたが、終了しましょうかね。中継の方も集計しましょう。ということで、中継の方も、ちょっと短時間ではありましたが、中継の方を終了させていただきます。次回は天候に恵まれることを祈っておりますので、その時はまた駆けつけられれば私も駆けつけたいと思いますので、こちらこそお願いします。ということで、本日のというほど中継はしておりませんが、IWJ 愛知ボランティアスタッフの萩原がお届けしました。 IWJ 皆様のご支援のもとに運営されております。定額会員入っていただいて、ご支援をお願いします。人的支援も、求めております。中継市民、ぜひともやってみたいという方おられましたら、お近くの、こういったデモ抗議行動等に、IWJ のワンIWJ のこういう腕章をつけた人間ですとか、おられましたら一声かけてくださると嬉しく思います。ということで、本日の中継は終了します。IWJ 愛知萩原がここまでお届けしました。ありがとうございました。
生地だね。ありがとうございました。